な黒猫を雑巾のように絞って一滴だけ滴る雫を舐める時が私の至福なわけだけど。レアとのゲーム版でも散々遊ばせてもらってるけど、もう何も出てきやしないくらいに絞り尽くしたわ。このゲームもこれでおしまいなのよ。だから最後にふさわしく、エリカ、バトラ、互いの破滅をかけた一騎打ちくらいには盛り上がってちぇ。このゲームで無限にあんたと遊ぼうと思ったのに残念だわ。とんでもない、十分にあんたに付き合わされたわよ。また面白そうなゲーム版を見つけてらっしゃい。そしたらまた遊んであげる。ああ、本当にあんたは私を飽きさせないわ。それでいいのよ、ベルンカステル。そんなあんたの表情を苦悶に歪めることだけが私が覚えてしまった唯一の禁断の蜜なのだから。ずいぶんドタバタと現場巡りをしたようだな。十分か、現場検証は。ええ、十分です。さて、私とあなたの赤と青の論争バトルですが、早速始めますか、それとも最後にまとめて。お預けは俺の性分じゃねえな。それはお前もだろうぜ。なら早速この第一の番の密室に切り込ませていただきます。その前に確認です、復唱要求に応じるおつもりは。内容によるぜ。全てに応じる義務はなく、応じない理由も開示しない。グッド。ではシンプルに密室定義の確認から参りましょう。ドラノール、読み上げてください。了解です。以下の復唱を要求します。一つ、6人の部屋は全て密室である。認める。もちろんゴーダたちがチェーンを切断するなどして密室を破るまでの話だが。一つ、密室の定義とは外部より構築不可能であること。認める。つまり外部からはどんな細工でも密室を構築できないということ。チェーンロックを外部より細い針金などで器用にかけ直したなどは認められないということです。言われるまでもありません。ドラノール、続けてください。一つ、密室の定義とは内外を横断する一切の干渉が断絶されていることを指す。認める。ただしノックや声、内線電話など一般的な部屋で想定できる干渉方法を否定はしない。一つ、密室破壊時、室内には犠牲者、ナツヒ、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラ以外存在しない。認める。一つ、密室破壊時以降に殺人は行われていない。拒否する。なぜです？実は密室を破った時点では犠牲者たちが生きてたからですか？そして実は押し入ったクラウスたちが犯人で、そこで殺人を行った。すなわち密室誤殺人だから。これが真相だからですか？
いいえ、違います。まだ殺人は続くのですから、これ以降に殺人が行われないと赤で宣言することはできません。チッ、へりくつを。私たちの趣旨は分かってるはずです。クラウスたちがチェーンを切断して密室を破り、そして中にいた人間を殺した。これに反応してもらいたいだけです。エリカ卿、クラウスたちとの不特定多数な言い方では不十分です。まずは密室破壊後に室内に入った人間を確定すべきです。近景、密室に踏み入ったのは犠牲者を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人なり。近景、これは聞き取りによるものなり、他に踏み入った人物がいないという保証はなきなりと知り立てまつれ。言われるまでもない。今のを復唱してもらいましょう。密室破壊後、部屋に入ったのは私を除きクラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダの4人のみである。いいぜ、認める。ただしこれは現時点での話だ。今後のゲーム展開以下では他の人物が立ち入ることもあり得る。復唱要求。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダは犯人ではない、うん、答えてもいいのではないでしょうか。もし拒否すればクラウスたちが犯人であるという青き真実が残ったままとなります。そうだな、認めはするが、言い方をさらに厳密にしよう。クラウス、ルドルフ、秀吉、ゴーダたち4人、ナツヒ、エヴァ、キリエ、ローザ、マリア、バトラたち6人の殺人に関わっていない。ということは密室に入ってさえいないそれ以外の人間たちもまた殺人に関わることは不可能ということになります。さあな、自分で考えな。密室に立ち入らずに密室殺人を成立させる青き真実が提出できるってんなら、こっちも赤き真実で返答してもいいぜ。もっとも俺はお前がこれから提出する青き真実のうち、つまり今からお前が遠隔密室殺人のトリック X を青き真実で説明できたとしても、必ずしもそれに赤き真実で答える必要はないわけ。いずれにせよ、今の復唱要求には拒否ということですね。勘違いするなよ。復唱要求はお前へのさ。やりますね。魔女側プレイヤーとしても。なかなか頑張るじゃないですか。お前とは場数が違うぜ。チッ、トラノール。続けます。一つ、犠牲者たちは他殺を除くあらゆる方法で死んではいない。認める。もちろん自殺や事故死ではありません。一つ、犠牲者は。ドラノール、それで結構です。よろしいのですか。まだ項目が。ええ、もう十分です。
現場の状況は確認できました。ここから青き真実での反論タイムとしましょう。ああいいぜ、ご考説を拝聴しようじゃないか。どうして女ばかり、卑劣にも程があるやないか。俺たちは何だってんだ。同じ屋根の下にいて自分の家族が殺されてるのに揃いも揃って気づかず、のんびりヤニを吸ってたってわけかよ、畜生。しかし誰がどうやって。妻たちは決して無防備ではなかったのだぞ。みんなチェーンをしたままだった。くだらねえぜそんなこと。どうやって殺したかが問題じゃねえ、誰が殺したかだけが問題だ。なあ源氏さん、郷田さん、親族会議中の屋敷は窓も扉も全て鍵がかかってたっちゅうやな。はい、それはもう間違いなく。奥様のお言いつけ通り、普段は夜の見回り時に必ず全ての施錠をいたしております。今夜は特別でございましたので、お子様方をゲストハウスへお送りしてからすぐに施錠するようにいたしておりました。そりゃおかしいぜ。だったらどうして屋敷にバトラやマリアちゃんがいるんだ。入ってこれないはずだろう。戸締まりがほんまにしっかりしとったらそういうことにはならんはずや。この二人が屋敷の中にいたことが戸締まりが完全じゃなかったことの証拠とちゃうんか。なあなあ。ひょっとするとでございますが、例えば奥様方のどなたかがたまたま玄関近くにおいでになり、バトラー様たちのノックか呼び鈴に気づいて扉をお開けになったとか。そんなわけねえだろう。その時郷田さんは使用人室にいたはずだろう。玄関が開いたら使用人室にチャイムが鳴る仕掛けがあったはずだぜ。来客に気づかねえわけはねえ。それがその、郷田はその時ちょうど皆様方のお言いつけでお飲み物等の配膳にお伺いしており、使用人室に不在でした。なんでこんな大事な日に屋敷の使用人が一人なんだ。どうして源氏さんみたいな重要な人がゲストハウスの当番なんだ。おかしいじゃねえか。どうして使用人室を空っぽにしちまったんだ。妻がそういうシフトを組んだのだ。よく気の利く郷田なら親族会議中にも洒落た飲み物を差し入れてくれると期待したのだろう。しかしな、クラス兄さん、親族会議やで、一年で一番大切な日やで。そんな日になんで郷田さん一人だけを屋敷の当番にしたんや。せめてもう一人おったら話は変わってたんとちゃうか。ねえねえ。皆さんの胸中ですが、どうか
落ち着いた郷田さんの戸締まりが不完全だったか、あるいはゲストハウスから戻ってきたバトラさんとマリアさんを誰かが迎え入れて、その後施錠し忘れたのかは分かりません。ただそれが謎の犯人の侵入と関係があったとは限りません。何しろあれだけの大きなお屋敷です。もっと早い段階から屋敷に入り、ずっと深夜までどこかの部屋で息を殺していたのかもしれません。誰かを疑いたい気持ちは分かりますが、どうか落ち着いてください。客人の言う通りだ。憎むべきは犯人であって、たまたま当番だった郷田ではない。とにかく落ち着こう。私とて悔しい。だが今は我々が率先して冷静さを取り戻さなくてはどうしようもない。兄貴、みんな辛くて悔しい気持ちは同じだ。そして犯人を絶対に許したくない。だからこそ我々は冷静を取り戻さなければならないのだ。そう、わしにもジョージがおる。クラウス兄さんにはジェシカちゃんがおる。そしてルドルフ君も帰りを待つエンジちゃんがおるはずや。犯人と差し違えたる思うがまだ早いんや。まだ犯人はこの島にいます。そしてこの無残な事件がこれで幕を下ろしたとは限らないのです。私たちは冷静を取り戻し、これ以上の惨劇を食い止めねばなりません。落ち着きましょう。ここには成人の男性が3人もいて、そして銃を持っています。犯行の手口を見る限り、犯人が銃を持っている可能性は低いでしょう。つまり私たちがしっかりしている限り、もはや犯人に手出しする余地はないということです。彼女の言う通りだ。後宮の島でこれ以上犯人の好き勝手にさせるわけにはいかん。探し出そう。この台風だ。島からは逃げられねえし、雨宿りできる場所だって限られてるはずだ。この島は案外狭くありません。残念ですが、この程度の人数で島を探すのは難しいでしょう。何しろ皆さんは見つけたら即座に撃ち殺さんばかりの勢いです。怯えた犯人があの深い森の中に逃げ込んだとしたら、簡単には見つけられません。そやな。おとなしく台風が過ぎるのを待って、船に警察を呼んでもらい、島中を徹底的に探し回ってもらう方がええやろ。警察はな、何百人も来てくれて、ほんまにしらみつぶしで探すんや。いくらあの深い森でもな、絶対にあぶり出してみせるで。今一番大事なのは、これ以上愛する家族を失わないことだ。ルドルフ、お前に万が一があったら、帰りを待つエンジェちゃんはどうなる？キリエ、バトラ、チキシオ、チキシオ、お前たちに俺はまだ打ち明けてねえって。クラウスさん、きっといとこ部屋の皆さんも激しく動揺していると思います。クラウスさんが落ち着きを取り戻したところを見せることによって、皆さんも少なからず言ってあげてはどうでしょう。そうだ、みんなにこれからのことを話さなければなるまい。ゲンジさんとゴーダさんも一緒に上に行ってください。シャノンさんやカノンさん、クマサンさんもきっと動揺されてると思います。はい、それはもうきっと皆さんも動揺されていることでしょう。
よろしいのですか？何かお手伝いできることは他にありませんか？だからこそクラウスさんと一緒にいてください。何かの時すぐにそれに応えられるように。私たちは先にここの戸締まりを確認したいと思います。すぐに上がりますから先に行ってください。わかりました。何かございましたらお呼びください。よし、そうときたら早速戸締まりを確認しようぜ。問題はラウンジのこの大窓やな。シャッターもないみたいや。ここをぶち破られたら侵入は防げんで。いいさ、ガラスの割れる音で十分だぜ。蜂の巣にしてやる。お静かに。皆さんに残ってもらったのは戸締まりの確認のためではありません。今から言うことを冷静に聞いてください。いいですか？事件は親族会議の小休止中というわずかな時間の間に起こりました。そのわずかな時間中に誰にも悟られずに6人もの人間を殺すなど、到底場当たり的な犯行とは思えません。これは屋敷の内外の構造を知り尽くした関係者の犯行です。それは内部に詳しゅうなかったら。しかし犯行当時、屋敷は内部より施錠され、親族会議に関わる皆さんしか存在しませんでした。じゃあ兄貴がキリエたちを殺したってのか？それとも秀吉兄さんを疑えってのか？ありえねえ、考えられねえ。わしは花からクラス兄さんもルドルフ君も疑っとらんで。わしら兄弟はみんな夫婦仲は円満や。後ろ宮家は確かに規律や金には厳しい一族やで。しかしな、家族を大事にするっちゅう気持ちは他の家に勝るとも劣らんつもりやで。ええ、もちろんそれは信じてます。皆さんが奥さんを殺すなど夢にも思っていませんから。しかし、ゴーダさんはどうでしょうか？親族会議の間、ずっと控え室にいて、誰にも知られずに何らかの工作ができる立場です。ゴーダさんを疑うのはちょいと早いで。ゴーダさんは小休止の時、食堂に飲み物の配膳に来てくれてたんや。だいぶ長いことを一緒にいてくれた。とても6人も殺す時間的猶予があったとは思えんのや。しかし実行犯を屋敷内に手引きすることはできたかもな。そういうことです。ゴーダさん自身は実行犯ではないでしょう。しかし実行犯を密かに屋敷内に迎え入れることは十分に可能でした。
私が使用人を疑う点は2点です。まず1点目は、犠牲者たちと面識がありかついずれの現場にも争った跡がないこと。全ての現場は全く乱れていなかったのを皆さんもよくご存知のはずです。それは俺も思ってたぜ。あの喧嘩慣れしたキリエが何の抵抗もなく綺麗にパッタリ殺されるかってんだ。相手の指くらいは食いちぎる女だぜ。顔見知りが犯人で油断させたところを突然って方が確かに説明はつく。それを言ったらうちのエヴァもや。何しろ武芸百般、暴漢が襲ってこないかと日々ワクワクしとる女やで。そんなあっさりと殺されるわけがない。なら客間のローザさんだってどうです？一人娘と一緒のローザさんが不審者相手に抵抗もせずミスミスと殺されると思いますか？そしてこのことはもう一つ大事なことを教えています。大事なこと？犯人は一人じゃないってことか。そう、そうや。客間にはローザさんとマリアちゃんが二人おったんや。同時に殺さなかったら大騒ぎになるところやで。それを殺せたっちゅうことは犯人は単独犯じゃないってことや。ローザはマリアちゃんのことが絡めば子連れ熊みたいに怒りっぽくなるやつだ。仮に相手が銃で脅したとしてもひるむようなやつじゃねえ。なるほど、ローザにギリギリまで不信感を持たれない人物ってわけか。未知の部外者が島に紛れ込んでいるという考えの方が非現実的であることがすでにお分かりと思います。犯人はこの島に精通した関係者、そして複数です。エリカちゃんは使用人たちを疑ってるってのか？はい、現状を推理して最も疑わしいと思います。彼らを疑う2点目がチェーンロックの密室なのです。どうしてチェーンロックが疑わしいんだ？もしチェーンロックのない密室だったら？そんなの密室やないで。マスターキーの一本もあれば誰だって密室にできるわ。そういうことか。使用人たちが疑われないためにはチェーンでロックする必要があったってことか。その通りです。チェーンをかけることで彼らは疑われずに済む。逆を返せば、チェーンをかければ彼らマスターキーの所持者は疑いを免れないのです。チェーンをかけて得をするんは使用人だけっちゅうわけか。連中の肩を持つわけじゃねえが、ならどうやってチェーンを？外からチェーンをかけるなんてできるのか？構造的に考えて不可能ではないと思います。こんな話ご存知ですか？マンションの郵便ポストに配達する郵便屋さんの中にはたまに針金で作ったヘラを持ち歩いてる人もいるそうですね。ああ、聞いたことあるで。マンションの郵便ポストは似たような部屋番号のポストが隣接しとる。ひょいっと投函したら一部屋間違ったポストだったっちゅうことも割とある話らしいや。マンションのポストは施錠されてることがほとんどです。間違って投函してしまったらもう取り出せなくなってしまう。俺もビルの管理会社の兄ちゃんに聞いたことがあるな。たまにトイレの個室の中で酔っ払って寝込んじまうやつがいるらしくて、そういうのを連れ出すために扉の隙間から薄い金具を入れて
缶抜きを外したりすることもあるらしい。そういうことです。どこの業界でも本来は開けられないものをひょいっと開けられる裏技的な小道具が存在するものです。同じものを屋敷の使用人たちが持っていたとしても取り立てて驚くことではありません。確かに。コツさえ分かれば針金で外からチェーンをかけるのもできないわけじゃなさそう。確かにできないとは言い切れねえ。同じ話はクラウスさんにもするつもりです。使用人たちの全員が犯人だとは言いません。しかし犯人もしくはそれに加担する人物が含まれている可能性は濃厚です。彼らを隔離し銃を持つ人間を監視につけるべきです。いかがですか、魔女側のプレイヤーは。不思議な感覚だな。かつては魔女側になんて有利なゲームだろうと思ってた。だがいざ魔女側になってみるととんでもないな。こいつはまるで樽にナイフを刺してくパーティーゲームみたいなもんだ。そんなゲームをかつての私は何度も繰り返していたんですね。ああ、まるでロシアンルーレットだ。それでもお前はいつか俺が気づくと信じてゲームを限界まで繰り返してくれた。私が聞くのも厚かましいですが、かつての私とのゲームの最後の最後で。正反対だな。かつてはお前だけが覚えていて俺だけが忘れていた。しかし今度は逆だ。俺だけが覚えていてお前だけが忘れている。不愉快でなければ教えていただけませんか。教えるのはたやすい。でも教えたくない。意地悪のつもりはないんだ。ただ俺もわずかに奇跡を信じたい。奇跡？話せないことなら
私も聞きません。不愉快な思いをさせてしまったならどうかお許しください。気にすんな、俺が未練がましいだけだ。ゲームはいかがです？勝てそうですか？勝てるつもりでいるさ。勝ってレアとの望み通りこの永遠の拷問を終わらせる。終わったら世界はどうなるのでしょう？さあな、どうなるんだろうな。ただそれを俺たちは望んだんだ。だからどんな結果が訪れようとそれを受け入れるつもりだ。私はどうなるのでしょう？ゲームは消えるだろうな。だが俺はもう魔法を完全に理解している。だからお前はゲーム版の外へ連れ出せれ。それがお前の望みだったはずだ。私の望み？それ以上は内緒だ。お前がそれらを自力で思い出してくれる奇跡を俺は待ってるぜ。じゃあ俺はちょっと対戦相手殿の様子を見てくる。あのバカが次はどんなへりくつを言い出すか楽しみだぜ。かつてのバトラさんもそれにかけてはなかなかでしたよ。私としましては第2のゲームの第1の番に対する小型爆弾を飲ませて殺したが最高傑作かと。うわっ、それは俺の黒歴史最高傑作だ。早めに忘れてくれ。はい、そのように努めます。呼んだか、我が妹よ。はい、あなたのことをもっと知りたいんです。そして本当の私がどんな存在だったのか知りたい、至りたいんです。無論わらわも未来の自分を知りたい。そのためにわらわたちは互いの全てを打ち明け合ったはず。しかし一向にわらわたちは一つとならぬ。どうやれば一なる自分となれるのか理解ができ、どうやれば私たちは一つに。わらわはゼパルとフルフルの試練に期待している。勝者に与えるという魔法の奇跡のことですね。その魔法の奇跡とはすなわちわらわは本来の姿に至れる。そなたはそれを望むバトラの期待に応えられる。バトラも万々歳で、ほう、三方丸く収まるというものだ。やはりこれは他の二組に負けるわけにはいかんということだな。ジョージさんとシャノンさん、ジェシカさん、彼らを踏みにじってしか。条件は同じだ。他の誰かが恋を成就させればそなたを含めた二組が踏みにじられる。なぜこんなにいびつな天秤なのでしょう？いびつとは？恋は得るものと
得られないものがいる。ならばそれらが天秤の両端に並ぶことは理解できます。しかし私たちの試練の天秤は三つの皿が並び、一人の勝利のために二人が敗北するというひどくいびつなものです。さあな、恋の価値とは二組の恋の破綻と同じ価値があるとでも言うのかもしれぬな。頼りないぞ妹よ。敗者のことを考えるよりバトラの期待に応えたいという気持ちを優先できぬようでは拾える勝利などないぞ。そうですね、私も譲れません。他の皆さんには本当に申し訳ないですが、みんな恨みっこなしです。どうだったの？第一の番をめぐっての赤と青の攻防は。まずは小手調べでした。バトラもなかなか張り切っているようです。得られた成果は？まず密室を構築したのはいずれも犠牲者たち本人でした。そしてそれをクラウスたちが破るまでの間、その密室は完全に維持されていました。さらにその間、外部からいかなる方法でも干渉ができないことを確認しました。ちょっと待ちなさいよ。それってつまり密室殺人は完璧ってだけの話じゃないの？私は今回探偵権限を持たないので検視を誤認する可能性がありました。ですので仮死状態を生み出す薬などで私の検視を欺いたと仮定して、そのプルプルピコピオ？違います。例えばインシュリンとか基地の薬物でも一時的に仮死状態を作ることは不可能ではありません。バトラからは赤き真実による反論はありませんでした。つまりは私の青き真実が通ったということです。まずは勝利かと。青き真実が通った。バカバカしくて切り返さなかっただけでしょ。自称名探偵が大した推理だかと。私なりには慎重に検視を行ったつもりです。ですが探偵権限がないので、それでも絶対。何よ、あんたが自分で探偵宣言を放棄したんでしょ。前回の汚名を返上するためにレートを上げたいとか言い出して。それは何？
探偵権限がないとバトラには勝てないってそういうの？そんなことはありません。あのような無能、探偵権限などなくても簡単に勝てます。ただそのこれまでと戦い方がちょっとだけ違って、まだ慣れないだけで。しちゃえばいいじゃない、探偵宣言。そうすればあんたも役人力。ドラノールも赤いたちとノックス実会でバッサバサじゃない。したければすれば。いえ。前回のゲームでバトラが真相にたどり着いた時点で、もはやこのゲームは終わりだったのよ。今回のゲームは実は第6のゲームじゃない。バトラがゲームマスターとして記念に最後に執り行うフィナーレのゲームなのよ。もう決着は前回ついている。ま、そういうことよね。無限にゲームが続かなくなり、私とベルンの賭けは私の負け。今回バトラがゲームの真相に至ったことを証明して、ベアとのゲームは見事打ち破られて人間側の大勝利、そしてベルンも大勝利のはずなのに、なぜか不服なのよね。ええ、不服よ。こんなつまらない勝利、私はベルンが望む勝利はベアとのゲーム版を徹底的に引き裂き、ベアとのみすぼらしい正体を暴いて徹底的に泥を舐めさせて踏みにじること。だからバトラのこの勝利はちょっと違うのよね。愛だの約束だの、静かにゲームを終わらせて安らかに眠らせる、そんな下ろくさい終わり方誰が望んだってのよ。私はね、そんな終わり方のためにバトラに助言を与えたわけじゃないのよ。妹を背中でひき肉にしてやったわ。両親や親族を何度も何度もむごたらしく殺させてやったわ。それはすべてベアトに対し怒りの復讐をかきたてるためよ。それがこの終わり方は何？私の勝利？とんでもない。バトラは私もあんたも喜ばせない勝利を手にしたわ。私はね、ベアトリーチェがズタズタのボロボロに引き裂かれるところが見たくて、はるばるこんな辺境までやってきて、気の遠くなる退屈な時間に耐えてここにいたのよ。こんな腐りかけのヨーグルトみたいなかけらをすすらされるためじゃない。ああ、ご立腹の顔も素敵だわ、ベル。なるほどね、それでせめて最後くらい口直しが欲しかったわけね。全部前回のゲームでドジを踏んだこのバカゴマのせいだわ。お前のせいで数百年ぶりに楽しめそうなゲーム版が全て
台無しよ、クズ、ゴミ、カス。前回探偵権限まで使って勝てなかったあんたがどうしてゲームマスターにまで至ったバトルに今回打ち勝てるっての？探偵権限があったってあんたに勝ち目なんかないのよ。ならいっそいらないじゃない。それは確かにもともと勝てないんじゃ探偵権限はいらないわね。より確実に負けるだけだけど。だからこそより最悪な状況でそれこそ私にふさわしい奇跡だわ。そこまでして初めて私はあんたを許せる。はい、必ずその奇跡をお目にかけてみせます。で切るわけねえだろ、ゲロカス。あんたにできるのは最悪のゲームに最悪の罰ゲーム、さらに探偵宣言という唯一の武器まで取り上げられて、それでもなお腹を見せながら私にじゃれついてこびてみせて私を笑わせることだけよ、ゲロカス。楽しそうだな。お邪魔だったか。あら、バトラー、大地の名拝見させてもらった。なかなかの密室じゃない。あなたきっとベアトより才能あるわ。ベアトが過去に作った密室を焼き直しただけだ。その褒め言葉はベアトに対するものとして受け取っておく。エリカとの攻防もまずまずだったみたいじゃない。連続殺人は順調にいっちゃいそう。さあな、俺の役目は連続殺人を遂行することじゃない。その過程で貴様らに魔法以外では不可能な密室を提示して魔女側として勝利を収める。俺がこのゲームを完全に理解したことを証明することだ。いや、もう一つあるな。何？前回互角の死闘を演じたエリカとの決着をつけ。バトラ、互角。お前の言い分は分かってる。あんなのは引き分けじゃない。勝てて当然だから、あれは負けも同然だと、そう言いたいんだろ。あら、やだ、盗み聞きなんて性格悪いわよ。鏡見ろ、お前らの顔に書いてある。嘘、どこによ。え、何よそれ。バカには見えないマジックで書いてあるとか言ったら殺す殺す超殺す。エリカ、なんですか。前回のお前とドラノールの赤と青の猛攻、見事。どうも。今回はドラノールはどうした。お前一人なのか。いいえ、ここに控えております。まあ、赤き太刀が使えないドラノールなんて役立たずのただのゲロカス。いても役に立たないので引っ込めてますが。今の私にできるのはエリカ教の推理の初期だけです。どうしてお前も共に戦わない。なぜあの赤い太刀が使えない。エリカの推理とお前の太刀、それらが組み合わさってこそのあの強さだったはず。
お前か。あら、何のこと？これは俺とエリカの戦いだ。俺たちは全力で戦う。だから勝ちも負けも受け入れられる。貴様のような黒幕は不要だ。黒幕なんてひどいわね。私はただの退屈しのぎの観劇者じゃない。観劇者ってのは客席で静かに見てるやつのことだ。お前のように舞台にヤジを飛ばし出演者を脅迫したり操ったりするようなやつのことを言わない。マナーのない客で申し訳ないわね。あんたは知らないだろうけど、私はこの芝居を見るためにすでに高い入館料を払ってるのよ。悪いけどそれに見合う分勝手に楽しませてもらうわ。進行を邪魔するならゲームマスター権限でお前をこのゲーム場から追放することもできるんだぜ。したければどうぞ。私を追放するならエリカは私の駒だから持って帰るわ。今回のゲームはお流れで、あんたは真相に至ったことを証明できなくなる。観劇者は観測者。観測者なき真実は幻想と同じ。あんたはベアとのゲームを終えるために観劇者という立ち会い人を欠かせないのよ。俺たちの真実は俺たちだけで通用すればいい。これ以上邪魔をするなら有無を言わさず追放する。そして次の暇つぶしが見つかるまで何百年も退屈にのた打ち回るといいぜ。じゃあそうすれば。エリカ、ゲームはおしまいよ。あんたはつくづく使えない駒だったわ。敗北の汚名を返上できなかったんだから、あんたは約束通り最悪のかけらにぶち込んで、忘却の深淵に空っぽのポップコーンのバケツと一緒に放り込んであげる。わ、我が主、必ず必ず勝利しますから。ですからどうか最後までバトラと戦わせてください。このまま負けで忘却の深淵なんて嫌です。私は最後まであんたの戦いを見てあげたいけれど、バトラが追放だって言うし。ねえ、どうするラムダ。まあまあ、ベルンも前回のゲームからずっとイラついてるのはわかるけど、バトラもあんまりベルンを煽らないで。この子たまに自分でも感情がコントロールできなくなるのよ。うるさいわね。誰が感情をコントロールできないのよ。はバトラと戦って汚名を返上してベルンのご機嫌が取りたいんでしょ。はい。バトラは真実に至ったことを証明する最後のゲームをきっちり綺麗に終えたいわけでしょ。そうだ、これは俺とエリカの一騎打ちだ。俺の邪魔だけじゃない、エリカに対する邪魔も俺は許さない。バトラ、二人に戦う意志があるならそれを尊重するべきだわ。ベルンは私に任せて。不機嫌になったあの子をなだめられるのは世界で私だけだから。お前もあいつの同類ではあるが、まだ話が通じるな。あんまり私をなめないで。私はベルンの歪む顔が好きなの。それを見せてくれるあんたのゲームを気に入ってるだけ。扱いやすい相手なんて思ってると大やけどじゃ済まないわよ。ドラノールが赤きたちを使えないのは探偵宣言がないからよ。エリカがそれを出せばすぐにもあの力を取り戻すわね。はい、その時はご容赦を。エリカ。何です？探偵宣言を出せ。嫌です。今の俺に探偵権限なしで本気で勝てると思ってるのか。勝てますとも。
バトラ教、エリカ教もまた駒です。主の命には背けません。できるのは許された力を全うし死力を尽くすだけです。ドラノールの力は探偵宣言がないと全くダメなのか。石剣は抜刀に許可が必要です。その申請条件の一つが探偵宣言です。探偵宣言以外にその許可を得る方法はないのか。あんた何を言って、私に情けをかけるつもりなら大きなお世話です。黙れ。お前一人じゃ手応えがなさすぎて退屈なんだよ。探偵でない探偵は黙ってろ。石剣は赤き真実と限りなく近い存在です。真実が与えられればその件についてのみ抜刀が許されます。真実とは例えばですが、エリカ教のガムテープの封印です。ああ、あの封印はすでにベルンカステル教によって赤き真実と同等の価値があると認められています。よって封印に関わる真実に限っては石剣の抜刀が許されます。前回散々苦しめられたからな。今回は粘着力のあるガムテープをゲーム版から。見事な一手です。エリカは探偵と名乗ることに誇りを持ってたな。はい、謎を無責任に暴くだけが目的とはいえ、彼女にそれが宣言できないってのはかなり悔しいことだろうな。それを当人以外が語ることはできません。エリカ、探偵宣言を出さないのはお前の勝手だ。だからお前はお前の人間としての力だけで勝手に立って。最初からその覚悟です。しかしお前には優秀な仲間がいる。ドラノールに、ガートルード、コーネリア、お前は一人じゃない、仲間がいる。頼りたくても何の力もないゲロカスの役立たずですが。ドラノール、かつての俺がワルギリアやロノウェに支えられたように、エリカにもまた支えがいる。人間側が辛いことは俺も何度も経験してよく知ってる。はい、持てる力の限りで補佐します。金刑、了解する。金刑、職務であると知りたまえ。赤き真実も使えないくせに。エリカ、お前でなくこの仲間たちに力を与える。はあ、何の真似ですか。お前の情けなんて死んでも受けません。ドラノール、ガートルード、コーネリアで3。エリカ、お前に例のガムテープの封印を3部屋分許す。バトラ教、この封印には赤き真実と同じ効果があることを。そうすればそれを根拠とする戦いではお前もあの赤い太刀を振り回せるようになるはずだ。そうだな。はい、しかしよろしいのですか。探偵未満のエリカに勝っても
こんなの勝利じゃねえ。エリカがレートを上げるなら俺にだって上げる権利があるはずだぜ。ヒュン、おっとくまえ、よかったじゃないエリカ。これで探偵宣言を出して主の機嫌を損ねずに、多少はあんたも赤が使えるようになったわ。後悔しますよ、この3回の封印が。きっとあなたを殺しますから。上等だ、来いよ殺しに。了解です。3部屋分の封印のガムテープを受領いたします。その受領ですが、エリカ卿がミセス熊沢から粘着力なきガムテープを受領した時点に遡っての受領でよろしいですか。ああ、いいだろう。物語を書き直す。初日の深夜にエリカが熊沢さんからもらったガムテープは封印可能な粘着力を持っていたが、3部屋分しかない。残りわずかのものだった。これを今から適用する。了解しました。ゲーム進行に抵触する部分が発生し次第、ゲームマスターにご報告申し上げます。事件がどの部屋で起こったかを知ってからの遡りか。かなり有利な話だな。無駄な部屋を封印しなくて済むんだから。ゲームマスターになったら随分とおごるようになったのね。楽しいでしょ、無様な対戦相手に施しをするのは。黙れ。そして勘違いするな。これはおごりでも甘やかしでもない。エリカ、これを武器に本気で来い。だからこそ俺も本気で叩き潰してやる。だから胸を張ってこの3回を行使しろ。以上だ。なんだ。用がないなら行く。ドラノールとよく相談しろ。あのムカつく魔女どもには何を言われても耳を貸すな。このゲーム盤の上にいる限りあいつらに好き勝手はさせない。ありがとう。ありがとう。私本気で戦います。全力で戦いますから。だから絶対お前をやっつけますから。だからもしも私に勝つときは叩き潰してください。お願いだから塵一つ。わかった。だからお前も俺に手加減するな。これは最後のゲームなんだ。俺がベアトに真実に至ったことを証明するための。俺たちの勝敗はもはやそれを左右しない。だからこれは純粋に好敵手と認めたお前と決着をつけたいという気持ち。ゲームの上では敵として全てを疑え。だがプレイヤー同士としては信頼しろ。それがゲームのマナーだ。はい、ありがとう、ありがとう。ね、あーってね。
いもんです。まんまと引っかかって私にガムテープを渡しましたね。このフルダエリカにガムテープを。わかるわ、ゲームマスターになるとね、つい神になった気がしておごり高ぶっちゃうのよね。ラムダの時もそうだったわね。歩く死体なんてバカなミスを放置するから負けるのよ。バカなゲームマスター、バカなミス、バカなおごりにバカな敗北、バカバトラ、バカバッカバカな敗北、バカバトラ、バカバッカなんだか語呂がいいです。さすが我が主です。バカバトラ、バカバッカ、バカバトラ、バカバッカ。バカバトラのやつ、本気でエリカが不利だと思ってるなら、バカを殺すのに必要なのは探偵宣言じゃない。豆腐のカノ絹ごしですね。それにコチュジャンを乗せればワインのつまみにぴったりだわ。これで完璧にバトラを殺せます。あいつの間抜けな密室などとっくにネタは割れてるんですから。完璧な密室？バーカ、私が本当に完璧な密室ってやつを見せて差し上げますから。そのためのとどめの武器を自ら進展してくれるなんて嬉しくて涙が出ます。我が主、そしてラムダデルタ卿、お芝居へのご協力、誠にありがとうございます。面白かったわ。礼には及ばないわよ。演技じゃないしね。さて、この封印ゆっくりと使わせてもらいましょう。ドラノールもお手柄でした。あんたバトラに信頼されてるみたいだから、あんたが言うとコロッと引っかかってくれますね。まさか両親が痛むとか言い出しません？殺人人形の分際で。いいえ、手加減なしの真剣勝負と分かっているはずなのに。愚かなりバトラ卿、これは間違いなくあなたのおごりです。ミスターバトラ、これは命取りです。まずはおめでとうかな、フルフル。そうね、すべての恋人たちに強い意志の力があることが分かったのだもの。これは愛の勝利さ。それを僕らは称え合おう。僕らがそれを称え合うのは、君たちの試練を勝ち残り、誰かが魔法の同感だぜ。最初の試練は全員突破した。次は何だ？もう後には引けねえ。何だってやってやるぜ。はい、僕たちは負けません。私たちもです。ああ、もちろんバトラ君たちもだね。
無論だぜ。この中の誰だって譲られて勝利したいなんて甘えてるやつはいないはずだ。そうですね。辞退できる程度の弱々しい思いならば今この場にいる資格はありません。それで次の試練は何だい？まさかまだ決まってないなんて言うんじゃないだろうね。少しは脱落者が出ると思ってたからね。まさか全員が残るとは思わなかったの。これは愛ゆえの嬉しい奇跡の誤算。うぜえぜ。それで今度こそ脱落者を出すためにイストリゲームでも始めようってのか？そう、まさにそのこと。今度の試練では確実に一組にリタイアしてもらうことにしたよ。今度の試練は碑文の第二のバンニャヤカリ。寄り添いし二人を引き裂け。意味がわからない。ジェパル様、フルフル様、どういう、まさか私たちに殺し合いをしろと？そりゃ手っ取り早いぜ。少々文明的ではないけどね。恋は肉食だぜ。みんながみんな一緒に幸せになることはできないのですね。そういうのをゼロサムゲームって言うんだよ。あ、いえ、すみません。ゼロサムゲーム、勝利も敗北も全てを相殺すればゼロになる。誰かが勝利を得るためには誰かに敗北を強いねばならない。それが世界の冷酷な原理だ。みんながみんな全員が幸せになれればいいのにな。そんな理想の世界あるわけねえか。ううん、あるよ。それは黄金鏡。黄金鏡？何の話だよ。そうだったな。黄金鏡に至れば全ての愛は満たされる。だがそこは天国や地獄と同じでこの世ならざる場所だ。それはごめん、こうむりたいね。恋は現世で叶えるから意味がある。僕は死後に恋愛を成就させるための悲しい心中なんて断じて認めないね。生きて愛を貫く、何者にも負けない。ジョージさん、話が脱線してる。それより第二の試練をさっさと教えてほしい。そうだぜ。寄り添いし二人を引き裂けって何をさせる気だよ。話はとてもシンプルさ。恋人たちを引き裂くのは悲しき死の別れしかありえない。六人のうち一人を殺すのが第二の試練さ。当然相方を殺された恋人たちは失格となって脱落するわ。つまり確実に一組の恋人たちに脱落してもらう試練というわけさ。殺すと簡単に言うがどうしろってんだ。殺し合いをしてもいいし、くじ引きか何かで決めてもいい。くじ引きで決めるなんて冗談じゃねえぜ。正々堂々と決闘しようじゃねえか。そうなるとゲームマスターのバトラ君と
記憶がないとはいえ、黄金の魔女ベアトリーチェが相当有利な気もするんだけどね。どうでしょう。安心して、この試練ではみんなの力は完全に公平にさせてもらってるんだ。ゲームマスターのバトラ卿でさえこの試練では全員と互角なの。それなら公平ですね。完全に純粋に互角なのかい。ええ、完全に互角。一対一なら勝敗は時の運。完全に互角だからね。決着にも時間がかかると思うわ。だから優位な状況で襲うのがコツかな。とことん時間をかけての決闘ももちろん素敵。誰が運任せで戦うもんか。自分に有利な状況で戦いたいに決まってるぜ。となると三つどもえ、これでは動けないのでは。面倒な話だね。先に動くことが有利ではないというわけか。6人全員がそれぞれ隣同士と1対1で同時に戦えばいいんじゃないでしょうか。誰かの決着がついた時点で試練は決着する。無理。そうなったらみんな積極的に戦わず保身する。その間に誰かが負けてくれればいいのだから。結局全員が動かず決着がつきません。全員の強さが互角という算数的状況のせいでパズルみたいに。そうだね。互いの強さが未知数なら決闘も面白かった。でも完全に互角と言い切られてしまったら決闘はじゃんけんと何も変わらない。なら一層6人全員でじゃんけんで決めますか。バカ言え。そんなの嫌だぜ。仮に誰かが負けたとしてそいつが潔く負けを認めるわけねえだろ。負けを認めないならじゃんけんの勝者たち4人に攻撃されることになる。完全に互角なこの世界ではじゃんけんの敗者には生き残れる道理はない。確かに。なんだなんだ、じゃんけんで決めるのが一番合理的だってのかよ。極めて合理的だよ。しかし自分の運命を乱数発生器に託すような無謀ができるかと言われたら答えはノー。どうかそれを悩んでほしい。それが私たちの出題する第二の試練。考えて殺し合って誰を生贄にするか決めてほしい。
確かに考えられん話ではない。使用人が一番怪しい。物的証拠があるわけではありませんから、縛ってクローゼットに放り込むわけにもいきません。ですから銃を持った皆さんの常に目に届くところに置いてよく見張る必要があります。兄貴、マスターキーも回収した。使用人たち以外には作れるわけがないんだ。使用人たちしか知らない構造や道具などできっとチェーンロックをどうにかできたに違いない。彼らが